はい、こんにちは。ウィザードリー外伝5つの試練、ガルバンの続け男、再開したいと思います。今回も4回の探索になります。4回ちょっと怖いです。死にまくってるからね。違う違う、こっちですね。この先です。ゴーゴー、よかった。こいつはデモインプ頑張ってくれたね。警報罠外す。おっと、びっくりした。チャンプラー3枚逃げる。おっと、まあもう一回逃げる。ああ、もうやっていくしかない、行くしかない。当たると、行こう。なんだ、変な戦闘しちゃったな。ちょっと取りすぎ。これでほぼ全開、完全に全開で、ゴーグルスにデュマピックをちょっと使わせよう。あー、ねえか。よし、行くぞー。ほい。あー、モクタートルはいける。まだら取っとこう。行こう。よし、毒もなし。いいね、一体だって。毒針。お、アイテムが3つ出たときはね、なんか結構いいんですよね。まあ、外から攻めていこう。カカスレイヤー。こいつはもうやるしかない。どうしようもないな。ああ、だから身を守っとくか。こいつは雷系。あれだから、バスカイヤーお願いします。よし、行こう、行こう。なんか同じ部屋、よし、行こう行こう。気づいてない。よっしゃー、呪いをとか効くかもね。失敗。まあこいつも耐性持ちだから、呪いをとくしてバスカイア耐えて。ツザリク痛いんだよ。おおおお、逃げる。これはどうにもならないぞ。無言になっちゃうみたいな。生きて帰ろう。まあ現実の処理は終わってるから。あ、いや、
かん、結局ここも通らないといけないんだ。もうラダルト使って、ベンドリン、よし、お金を集める、助ける、ネイ帰ってきて、おいおいおい、もう頼むよ、4000お願いします。おっしゃ、あー怖い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 、あー、ネイはいい子だからダメか、よし、ゴーグルスも止まって、あとはアイテムボックスに入れる剣、杖、ポーション、カブト、はい、じゃあまたね、回復して鑑定の方ね、切り替えてもらいましょう、頑張ってもらいましょう。はい、じゃあ鑑定やっていきましょう。アイテムボックス取り出す、これはいいから先にこっち優先して、でポーションして、あ、全部入るか、 OK、 はい、じゃあ行きまーす。はい、まあ真っ二つの剣、まあ結構強そうだな、これ切って、呪われてないよね、大丈夫よね。まあアイテム、まあでもここの商店に売るっていうのはお金が入るだけでもそれ以外にもあるんですよね。全滅した時にアイテムがここで買える、最初はなかったのに、もう武器でもこう並んでるじゃないですか。だから全滅で最初から始めてもお金もアイテムボックスに入れてあるし、この金額で装備も整えられるから、レベルが低くても案外レベリングが全滅して新規パーティーは楽なんですよね。まあその辺もうまいことウィザードリー考えられてますよね。はい、じゃあ切り替えます。はい、帰ってきました。じゃあ行きましょう。今回はエンジェルか、また道も、アンチョビーマー逃げる、なんだなんだ、ジャンプさん、もうこいつは逃げれそうにもないから戦おうか、マダルト、ここはいいとして、はい、行きましょう。ビビるわい戦う、まあ日持ちなんだけど、2体ならなんとかある、おお、よしこ、気づいてない、いいね、いい感じだね。よし、エルフメイジそのまま攻撃して、フィリッパ、マタルト、なんだなんだ、まだまだいいけどさ、
前回、前々回だっけ？即死だったよね。それだけはちょっとやめていただきたい。ねい、ゲマピック。まあ、じゃあ今回はこっち側行こう。行き止まりか。気づいてない。よっしゃ、いい感じ。いいね。行こう。どうだ？どうだ？おお、結構アイテム。で、ここか。問題だ。問題の場所ですね。あー、オイスターか。よかったよかった。とは言いつつも毒持ちだから怖いんだよね。まあだから、よし、また前回より一歩進んだぞ。まだまだ下もあるからね。はいはい、気づいてない。うわぁ、あれはやばい。どうだ？うん、よし。おっとら、針と痛い。そろそろ食らえそうな気がする。あー、怖い怖い怖い。回復回復。グエンドリン、グエントリー、フィリバ。よし、これでいこう。怖いな。よし、まあ、ネイに隣にさせる。デマピックを。奥が行き止まり。あー、またなんかな。違うから行こう。行きます。何もなしか。行きます。何もなしか。現実でもなかったな。で、ここか。ちょっと怖いから。ディオスで、スザリクとか来たら怖いんだよね。なくなったか。はい、そんな感じになっております。左右の部屋が気になるけど、やっぱりここだよな。行こう。おっとっとっと。その部屋の中央には床から天井まで達する透明な円柱が立っている。まあ、これ巣だよね。中には眼帯のとこが漂っていた。いかにも私が続け男だ。お、やっとご対面ですね。諸君は知らねばならぬ偉大なる錬金術師 G のことを。彼は我が領主にして死、そして無理の親友ともであった。それゆえ狂気に落ちた彼が自ら変容し奈落に這う呪われしき呪わしき存在と化したとき、私がその呪いを断つ役目を引き受けたのは当然であった。私はこうして永久の水槽に身をつかし、200年にわたって諸君に道を示してきた。この部屋の奥左手に彼のかつて一室で彼の存在、現在の住処へと向かう秘密の通路がある。諸君は道を巡り、呪われしき怪物を倒せばならんのだと。さあ行くがよい。 G を倒し、斧を地上に持ち帰る。なるほどね。オッケーオッケー。とはいえですよ。左手ってこっちだよね。まあ、おいしさ。バンはつて、あと連打。ガス爆発。
ストレス回復お願い。ゴー。よっしゃー。どこがいい？え、なんだ。ああ、ちゃんとこっちの視点から左手って言ってくれたんだ。意味がいい。有効的な意味。罠はない。開ける。カーミット。で、いよいよここの部屋か。ドラゴンパピー、戦うしかないな。わかった。ちょっと待って、何もないんだけど。ああ、隠しか。まあ、隅っこの部屋まず。よかった。ちょっとやばいなと思ったんだよね。助かった助かった。まあでも結構魔法温存していけたからね。よかったよかった。でもね、入れよう。結構拾ったね。じゃあまた回復と、あと鑑定の方やりましょう。はい、じゃあ鑑定やっていきましょうか。取り出す。結構多いな。2回ぐらい必要かな。はい、じゃあ行きまーす。はい、こんなになりました。なんだこれ。全部売りですね。で、残されたこいつらもやっていこう。はい、じゃあ行きまーす。はい、こんなになりました。まあ、特にないな、更新するのは。おお、これが結構いいな。じゃあこれは、盗賊のグエンドリーに装備させましょうか。アイテムボックスに入れる。和球っていうのかな。あと残り全部売りですね。はい、じゃあ再開して、アイテムボックス取り出す。武器、弓、クエントリーで、クエントリーでアイテムをちょっと見よう。1から6、2から7、全然いいね。装備するで、並び替える。まあ、あっちの方はちょっと売りに行きましょう。まあ、これでちょっとずつ強くなっていってるのかな。じゃあちょっと怖いけど、さっきの先のね、ここに進行していきましょうか。で、
ストペイというところで、でもいいのか。分解。だけどね。こいつらはやばい。あいつらは戦わない。デビル、イビルアイ。ミッション。ゲホー。宝石の袋。エルフメイジ、戦う。呪文。ちょっと落としからモンキノ唱えて、まあ、アダルトいとくか。わお。結構減ったな。回復しよう。ディオスで。よし。気づいてないか。何体も倒せないな。バーマツ、あと連打。よっしゃ、開ける。じゃあ、神といこうか。うわ、回復してくるの忘れたな。頑張っていきましょう。こっからも敵が多いんだよね。バグベアー。よし、行こう。よかったよかった、いい感じ。ドラゴンパピー、なんとかいけるか。よっしゃ、ちゃんと。気づいてない。2体いけたか。まあ呼ばれると怖いけど、いけるか。よっしゃー、グエンドリン毒針。はい、じゃあちょっとここの部屋一室一室チェックしていきましょう。そう来るか。ラダルト、まあマダルトで。全部こんな調子になってんじゃないだろうな。気づいてない。よっしゃ、いい感じ。一体ガス爆発。ちょっと今回はなんか嫌な予感した。よし、じゃあ次ちゃんと侍。バマツまだ余裕あるから唱えて、またルート。まあ余裕あるなら、まあハリと。エントリー怖い。行こう。わあ、オイスター。まあ特に減らせることもなかった。ああ、ネイがカティの唱えるってのも面白いよね。バマツラダルト残ってるから。よっしゃー、罠はない。開ける。カビト槍立て。ちょっと待ってね。行こう。どんどん。うわー、やばい。エルフメイジー。
位置を抜いてみないで。やっぱりオープン。いいね。ガス爆発いける。いよいよラスト。気づいてない。あ、いいね。どうしよう。まあ、せっかくだから。回復回復。やっぱりグレンドリンと近接は近接で、あのツザリクとか怖いからね。はい、よーし、アーチャー何だけ減らせるか。グレンドリーに飛びつつ、おしゃ、いい感じ。まだない、開ける。神とお願い。奇妙なアイテムなんか来たよ。で、下のとこ行けばワープだしね。最後だ、行こう。ボスかい。グエントリーに戦う。呪文を唱える。バマツ、わーお。待つと唱えて、こういこう。トリスも待つで。どうしよう。99、いけ。ダルト痛い。困ったな。全員攻撃でトリス。そろそろ追い詰められてきたぞ。アスカイア、おっしゃ。おいおいおい、バスカイア、よっしゃ、いいね。全員攻撃か。おっしゃ、いいね。鍵を入手しました。え、ちょっと待って。よっしゃー、なるほどね。あそこ落とし穴になってんのね。フィリパ、ギュマピック。なるほど、これで鍵を入手したから。あと、ギュマピック。ああ、なるほどね。あそこの、現実が8個並んでる上のところも、あの、鍵がなくて入れなかったけど、次のパ、次からはもうすぐ5階に行けるって感じになるね。よーし、帰ろう。いやー。はい、よし。焦点で、
ああ、でもギリギリだったな。こういうのって、アイテム満パンの状態だと、もう一回戦闘やらないといけなくて、大変なんでね。ハーレムの鍵、オッケー。じゃあ、アイテムボックスに入れる。また鑑定してもらおう。アイテムを渡す。手荷物が少なそうなグエントリンにこの辺、あとこれもね、この辺も絶対キーアイテムだよね。中和台をトリスの方に渡しとくか。でトリスのアイテム並び替える。よし、じゃああとは、まあ間違った、あとは、やっとで、ゴーグルスもちゃんと回復、MP の方回復しないとね。よし、グエンドリン。どうでしょう ?8。うん。力が下がっちゃったね。あと、この辺回復して。あとね。はい、じゃあね、とりあえず、まあ、こっちはこっちで、HP 回復して、クロッカーの方に切り替えて鑑定して今回パートは終わりにしましょう。はい、鑑定の時間です。アイテムボックスから取り出していきましょう。結構いっぱいだな。今回も、二分割。はい、じゃあ、鑑定、識別、いきます。うん、案外一発でいったね。特に、ないね。まあ一回ちょっと寝て、焦点で全部売り。はい、じゃあ最後アイテムボックス取り出す。期待してるよ。なんか結構強いのだったらいいよね。いきます。うん、カットラス微妙だな。レイピア、あ、レイピア結構いい感じ。とはいえ、今は必要ないかな。で、アイテムボックス、お金を預ける。はい、じゃあ今回はここで終わりにして、次回パートでは、4階の、リトフェイト使わない状態で、シュートに落ちて、5階、地下5階の探索を始めていこうかな。そんな感じに思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。